皆さんこんにちは、アストラルサボメヨスヨスヨスということでですね、今日はコラボ第4弾ということでですね、スペシャルゲストお呼びしております。それでは呼んでいきます。通りすがらない仮面マイティさん、どうもこんにちは、通りすがらない仮面マイティだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とうとうですね、どうやってまいりました、満を持しての満を持してのマイティさんの登場でございます。はい、まあ、誰も待ってないと思うんですけどね。ありがとうございます。いやいやいや、もう皆さんみんな待ってますよ。全米が待ってますよ。全米が待ってた。全米が待ってた。ありがとう。俺日本語しか食べれへんねんけどな翻訳アプリでお願いします。翻訳アプリで聞いててください僕のあの YouTube のあの見てくれてる人が確かどこだったかな、あのインドネシアとかそっち系の人が結構多く見てくれてるみたいなんでそのね、テロップを振りたいなと何語か知らんけどもよろしくお願いします。お願いします。ここで軽くマイティさんの紹介をしていくんですけども、マイティさん、まああの先日紹介した大野昇さんと同じくですね、X で繋がらせていただいた、はい、スペシャルクリエイターの方でございます。はい。で、様々な SNS をされてるんですけども、現在、インスタグラムの方はいくらでしょうか？今ね、ありがたいことに8200人いきました。ありがとうございます。ウソップと一緒ですね。部下がいますよね。俺には8000人の部下がいる。さすが部下じゃないよ、部下じゃないよ、さすがお友達さすがの返しですねよく今のでパッと来ましたよX の方は何人いらっしゃるでしょうか？ X 何やったっけ、見てない3000人ちょい約3000人ぐらい約3000人ぐらい。TikTok の方もされてて、どのぐらいですか？はい、今確か4500人ぐらいですよねいやー、ありがたいことにすげーな。で、こうやって YouTube もされてますもんね。いやいや、うん、YouTube もしてます。はい、YouTube の方は何いらっしゃるでしょうか？確かこの前3500行かせていただきました。すげー、ゴリッゴリのね、インフルエンサーでございます。いやーね、ありがとうございます。本当にで、僕がその、絡ませてというかお付き合いさせていただく、うん、いただき始めたのが約2年前とかですかね。旅するレックスをきっかけに、あのお付き合いさせていただくようになりまして。懐かしいね。懐かしいですね。あのほっとけのおみさん主催の、レックスをね、日本中にのクリエイターに送って写真を撮るっていう企画でしたね。うん、そう、はい、の流れでマイティさんとは今こうやって、ね、仲良くさせていただいておりますけども、僕の次が爽やんてもんねですね。いろいろと質問もさせていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあまず一つ目ですね、皆さんに聞いてるんですけども、はい、おもしゃを始めたきっかけっていうのをですね、うん、聞きたいと思います。はい、まあね、僕の場合はまあ元々子供の頃仮面ライダー大好きで、うん、でしばらく仮面ライダー離れてたんですけれども、まあ、子供が生まれて授業ぐらいからかな、仮面ライダーまた熱が繰り返してきて、で、まあ、そう言ってる間に僕もともとちょっとあの他府県に住んでたんですけれども、まあ、実家の方に家を建てるっていうことで、うん、まあ、ちょっと引っ越しって形になって、まあ、家を建てたんですけれども、まあ、ちょっといろいろあって僕が単身赴任を1ヶ月ちょっともともとの職場であのすることになって、うん、まあ、その1ヶ月の間に一人の時間が増えたんで、フィギュアとかプラモとかを買い始めて、うん、あ、そうなんですか。で、まあ、そうなんですよ、そうなんですよ。で、まあ、ほんまにそこで初めて SH フィギュアーズとか、うん、あの肖像稼働とかを触るきっかけになったんですけど、うん、まあ、その時あの、まあ、僕も新居に引っ越してきました。で、はい、そんなフィギュアを触るような趣味なかったから、飾るところっていうのはなかったんですね。うん、で、まあ、使ってない部屋の押し入れも、あの、クローゼットにアルミラック組んで飾って、はい、うわ、綺麗、あ、かっこいいなってやってたんですよ。で、はい、まあ、結構それでフィギュアが集まってきたところで、もっとたくさんの人に見てほしいって思って、うん、インスタグラムに、最初はおもちゃ棚をね、
パシャパシャっと撮って、はいはいはい、かっこいいなって投稿したところに、うん、まあ今僕のおもしゃの師匠になってる、うん、ポキさん、ほらと、そのおもしゃに出会ったんですね。うん、何やこれみたいな。めちゃめちゃかっこいいやん、どうやって撮んのこれみたいな感じで、もう食い入るように見てたんですね。はい、まあ、そこで初めておもしゃっていう分野があるっていうのを知って、まあ、自分なりにいろいろ撮ったりとか、ね、トキさんに DM して、これどうやって撮ってるんですかって質問したら、もう、あの人ほんまにいい方で、やり方とか、気をつけてることとか、いろいろ教えてくれはって、で、今の僕のスタイルになったっていう、そういう流れですね。なるほど。じゃあもう、やっぱりその、ね、その単身赴任中にそのフィギュアを集めてなければ、今、こうやって、おもしゃをしてないし、うん、こういう、その、なんだ、フォロワーさんに恵まれてないということですよね。ああ、いやもうそうですよ。マイティさんはですね、うん、僕と同じようにその砂とか水を使った撮影方法に長けてる方で、で、一緒にそのこう、はい、砂界隈というのか何なのかちょっとわかんないですけどね。ちょっとわかんないんですけど、砂界隈を盛り上げていこうという。盛り上げていこう。同盟をね、結んでおります。そうです。はい。月に。初めて聞いたけど。月に。トキさんの方には月に5万を納めております、皆さん。通りすがらない仮面マイティという、ちょっとまあ、ジョジョの奇妙な冒険みたいな感じで名前長いじゃないですか。それの、由来、なんで、そのマイティなのか、なんで通り過ぎないのかっていうのを知りたいなと思って、教えていただければなと思います。OK です。ありがとうございます。まあね、僕はなんで通りすがらない仮面マイティなのかっていうところなんですけども、まあ、まずちょっと分解してマイティっていうところを見ていきますね。中学校のあだ名がマイティやったんですよ、それによって。はい、だから、まあ僕も自分のことをマイティっていうあだ名がすごい浸透してたんで、うん、だからそれを使いたいなって思ったんですけれども、まあ、そんで、おもしゃを始めるそのアカウントを立ち上げるタイミングで、まあ、仮面ライダーメインでやっていこうと思ったんで、まあ、なんかいいのないかな、マイティだけやったら結構いるくだなと思って、で、まあ、とりあえず適当に、まあ、なんかこう、印象に残ってる仮面ライダーのなんかこう、二つ波じゃないけど、言い方で、ディケイドに、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけっていう、セリフがあったと思うんですよ。で、俺関西人やし、うん、めちゃ絡んでいきたいから、うん、通りすがるんじゃなくてもう通りすがらない、うん、もうその場にいてうざいぐらい喋りかけてくるみたいな感じの、じゃあ通りすがらない、もうそこにいる仮面マイティだっていう風にしたんですね。まあ、たまに通りすぎないじゃないんですかっていう風になんか指摘受けるんですけど、そうなんですか、日本語的にはそっちが正しいです。でも僕は通りすがらない仮面マイティです。なるほど。中学校の時のあだ名と、はい、そこにもう居続けるっていう。うざいぐらい食べるぞ。そこにもういてやるぞっていうその気持ちの表れで、そう、通りすがらない仮面マイティっていう名前が誕生したということですね。はい。言うな。P。言うな。P や。本名言うな。やっぱ名前ね、そのやっぱみんなこうペンネームじゃないですけど名前をこう変えていくと思うんですけども、そういうのを聞けたのはやっぱりね嬉しかったです。ありがとうございます。最後にマイティさんの今後の活動とか目標とかっていうのを教えていただきたいと思います。はい、まあ、僕の活動の目標、まあ、目標を一つ挙げるとしたら、うん、まあ、ごめんなさい、まずインスタグラムのフォロワーをまず1万人乗せることですね。大事。これが僕の一番の目標になってます。なので、はい、YouTube ご覧の皆さんもインスタグラムのアカウントをお持ちの方はぜひフォローの方よろしくお願いします。で、まあ、もう一個目標にしているというか今後の活動のことなんですけれども、うん、皆さんのシャドーボックスってご存知ですか？シャドーボックス？何やそれ。皆さんシャドーボックスってよくあるポケモンカードとか遊戯王カードを重ねてね立体物みたいに見せるっていう、まあ、かっこいい二次創作物になるんですけども、うん、あれを今回ガッチャードのカードがいっぱい出たじゃないですか。でめちゃめちゃかぶったカードで僕ホッパー1とかスチームライダーもね買ってみたんですよ。まあ、これが僕めちゃくちゃハマってしまって、でこれできるんやったら自分のおもちゃでもできるんちゃうかなっていうので、うん、おもちゃとシャドーボをくっつけた
オモシャドウっていうもので、ちょっとやってみたんですよ。ガチャンコー。そう、オモシャとシャドウがガチャンコってさせてもらったんですよ。でもこれ作ってみたら意外とこれがね、ありちゃうかなっていうふうに思って、で、そっからね、エジさんやったりとか、アーマー系のコスプレしてる方のそういう写真を、提供してもらって、まあ、実際に立体化してみたっていうコラボもね、今まで、させていただいたことがあるんですね。結構、それも、喜んでいただいて、僕も楽しいコンテンツ見つけたなっていうふうに思ってるんですけれども、で、まあ、今後のね、僕の活動のことなんですけれども、そういうシャドーボックスを作るっていうこともね、ちょっとサービスとして提供できないかなっていうふうに思って、著作権問題とかあるので、例えばおもちゃとかその絵師さんが描いたイラスト、あと、コスプレをされた方が、ご自身のですね、写真とかっていうのを、立体化してほしいっていうものに関して、ハンドメイドになるんですけれども、させていただくっていうようなこととか、ちょっとちょこちょこ始めていきたいなというふうに思って今準備をさせておりますね。すごい、準備をさせていただいております。ああすごい、それ新たなその取り組みっていうことですよね。はい、それはそうですね。すげえ、はい、ちょっとまだ準備段階なので、いろいろ周りが固まってからそういう告知っていうのをさせていただこうと思いますので、今は手元にある作品作りに励んでるっていう感じですね。なるほど。はい。おもしゃとシャドーボーをガッチャンコさせるってパイオニアちゃいますか？パイオニアですかね。パイオニアじゃないですか？パイオニアですかね。これね、パイオニアの方ですね。そう、北口ビーを完全に入ってる。パイオニアですよ。パイオニア。パイオニア。パイオニア。イエス、パイオニア。ポパイ。パイオニア。ポパイ。ポパイ。ポパイ。言うな。ポパイはあかん。でもね、それが実際にそういうもう認知が広がっていったら、そのシャドーボックスっていう自体、ものが、もっとこう世の中に広まっていくと思うので、そこのやっぱり本当にパイオニアになれるんじゃないかなと思います。はい、いやね、パイオニア。なれればいいんですよね。うん。すごいなぁ。やっぱやってんすね。いろいろね、こそこそ陰で。そういうこと、始めてんだよ。すげぇなぁ。ということで今日は通りすがりの、ん？通りすがらな、ん？通り過ぎた後の、ん？通りすがらないパイオニアの方に来ていただきました。仮面マイティ。マイティで。仮面マイティ。仮面マイティです。仮面マイティ。仮面マイティさんですね。通りすがらない仮面マイティさんに来ていただきました。ありがとうございました。もしね、やってんな。これちなみに見えてるんですか？これ見えてるんですか？画面は。俺見えてます画面。見えてるよ、ギリギリ。あ、ギリギリ。よかった。見えてる、見えてる。マイティさんはですね、X、Instagram、TikTok、YouTube、いろいろやられてるので、皆さんよかったらフォローとチャンネル登録してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ほな。ありがとうございます。